こんにちは、はじめまして、リーチャーと思います。今日は天気ですね。私はシンパリマンゴモに来たいです。はい、行く前にマスクを着用することを忘れないでください。と、そしてハンサニタイゼロ常にカバンに入れておくことを忘れないでください。じゃあ準備ができているので、じゃあ行きましょう。今日風はとても強いです。通りは忙しそうに見えます。着しました。はい、皆さん、シンパリマンゴモ知っていますか？家からここまで1時間半ぐらいかかります。記念碑に入る前に車を駐車してください。ダンジョンを通過して、その場所に到達します。皆さん、ゴモリシンパリマ記念碑はフランスのパリの凱旋門のように見えるケディリ・リジョン氏のアイコンとなった建物の一つです。この記念碑は当時のケディリの摂政であったストロイス王の治世中に、2003年にクディリの摂政のストリスノーさんに建てられました。ストリスノーによって、この記念碑の設定は12世紀の統治者のジョン皇著雍の理想に沿って触発されました。それはクディリ地区の5つの地域を統合したいと考えていました。この記念碑からそう遠くないところに、一般の人々が利用できるさまざまな施設があります。例えば多目的ビル、政府庁舎、地方銀行、都市間バスターミナル、トグマーケット、グムルワーターパックあります。皆さん、ビデオ見た後でシンパリマンゴモへ行く予定がありますか？見てくれてありがとうございます。皆さん、さよなら。じゃあまたねー。